人は愛する人を守る、時には戦う、しかし殺さない。このおばさん、そんじょそこらのおばさんじゃないぞ。七福神が世界を救う。空手だよ。
冬だから見ててハラハラするの。だけど助けてるつまりはつまずいて転んだら立ち上がるのは自分。一人で生きる力見つけて欲しいの。暗い闇に迷い込み膝を抱えてたらそっと明かり灯す。ヒロクじゃん、作詞なんね。だから結構ね、才能あるんだよね。ああ、この頭の中にどこに書いたんだと思うぐらい才能あるんだよね。いや、あの才能はないんですけど、自分の曲はさすがにね、まあ、さすがにうまい持ってるんですか、うん、ますよね。ちょっと今日はほら、声が出てないちょっとね、なんか昨日悪いことした。いつも悪いことしてます。昨日は何食べたの。昨日はね、カレーライス。あ、カレーライスか。定番だ。定番です。あのね、はい、自分を例えば、はい、果物に変えるとしたら何だと思う。あ、私ね、いちごが大好きなんですよ。いちごね、はい、だからいちごになっていちごを食べたい。あ、違うか。ああ、もちろん僕はやっぱりバナナですかね。バナナ。そんなバナナ。ああ、僕もね、一応バナナはすごくた憧れてんだけど、ちょっと病気になっちゃったもんだから。僕はた桃が大好き。うん、あの本当ね、香りもいいしね。香りもいいし美味しいしね、はい、こんなでっかい桃があるのよ。毎年ね、僕なんかもらうんだけど、本当にね、桃の美味しいの。あ、いいですね。ところがね、はい、柔らかいの好きじゃない。あ、硬いのはちょっと硬いのありますね。うん、あ、ね、本郷さん、ええ、あのね、柿にレモンをかけて食べると桃の味がするんですよ。知ってますか。柿にレモン。はい、だから硬い桃が好きだったら、ちょっと固めの柿に。柿にレモン、美味しいの。一回食べよう。桃の味がしますから、試してみてください、皆さん。あ、そうなの。はい、じゃあ私もやってみましょう。一番感じだね。あ、私ですか。あ、ひろちゃんも。はい、もう大好き、ね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは早速、はい、我が先輩です。森ちゃん、新橋森ちゃんのあの DVD でね、新橋の歌いいじゃない。おかげさまで。
歩いた横道の馴染みのお店で飲む酒はこだわり頑固の芋焼酎そっと心にそっと心に面影の人尽きぬ思いを胸に秘め
つるみのやるせなさ、悔しくて悔しい、ありがとうございます。本当上手。はい、はい、あのいいですか、うん、ちょっとね告知があるんですよ、はいはい、あのね映画七福神というのを今度パイロット版を作ったんですけれども、4月の28日にあの試写会をやります。なのでどうぞあの皆さん、視聴者の皆さんもねどんどん来てあの見ていっていただきたいんですけれども、はい、で場所はですね、中野の野方ホールっていうところで、はい、夜の6時半会場の7時、上映です。これが一応あの案内状なんですけれども、あの入場料はね1000円いただくんですけれども、あの1000円分の以上の内容の濃いものになってますので、ぜひ皆さんお越しくださいということなんですけど、はい、本郷さんももちろんもちろん来てくださいますよね。僕ヤクザが呼ぶんでしょ。ヤクザがピッタシね、あの素晴らしいものになって、反響もあった、あった。もちろんですよ。もうね、あの見た方から涙が出たってもうおっしゃっていただいて、さっき宮上さんは死んがるかと思ったんだそれはないですよ。それはないですよ、ね、もう宮上さんぴったりでしたよ。宮上さん歌はバッチリだった。はい、あとねほら福禄寿の森ちゃんもね、福禄寿ね、もうね森ちゃん私最近見るとね福禄寿に見えてきちゃうんですよもうねあれね、千のナイフさんっていう世界的な漫画家の方がね、あのその漫画を描いてくださったんですけどもね、これが一応弁財って、私の弁財ってもう皆さんに見せると笑うっていうか、弁財ってがあまりにも可愛らしすぎてごめんなさい。でも私小学生の頃はこんな感じでしたって感じです。小学生も教えてよ、あんたばっかりこれがあの、あ監督はいいや、恵比寿さんなんで、なんとなくほら恵比寿さん似てますでしょ、うん、瀬野先生がねちゃんとね考えてね書いてくださったと思うんですよ。監督はしょっちゅう出てるからいいんだよ、見てるから、はい、でもエビさんで、これが森ちゃんの福禄寿なんですけども、あなるほど、はい、これもね森ちゃんそっくりですよ ね、 ね、 知らない、ね見れば見るほどなんかあの福禄寿はい、次だね、はい、で次はですね、宮山礼美さん、この方はですね、女神様なので、ね、もう綺麗ですよ、見てください、このピカピカ光った、はいはいはい、ね、この宮山さん、これもう本当にぴったりで、はいはい、あのお芝居はだってプロだから、そうですよね、もうあの勉強になります、一緒にやらせていただいて、ね、本当にありがたいと思ってます、はい、次はですね、これ本編に入ってからなんですけれども、はい、この方が大黒天の川原宏さん。これは俺の弟だから。あ、そうなんですか。川原宏宏くん何やんの。大黒天です。あ、大黒天、はい、あ、じゃあ弟さんが大黒天で神様なのに、うん、お兄さんはヤクザの親分ピッタシピッタシ、なんで噛んでんのね。そうですね、はいはい、で、あと閣僚さん、この方もねすごいあの貴公子さんなんですけど、そうそう、昔はあの中国ではねすごく有名なジャッキー・チェンの前にもう、はい、やってらした方なんですけれども、ちょっとご病気なさって、あの、あの映画の方はちょっとお辞めになってたんですけれども、まだやりたしたの。あ、でもね、気候ですごい体も治って、ちょあの徐々にねあのなさってるみたいなので、今回は弁財、弁財と言ってあのなんだっけ、毘沙門天、一番強い、超強い人ですね。毘沙門天が一番強いの。はい、だって戦いの神様ですから。はい、ヤクザさん やられちゃいますよきっと心して望まないと。会長だ。あ、会長さん、あ、会長は手を下さないんでしたっけね。差しつだけですもんね続いて
これ南部さんなんですけど、はい、あれ南部さんね、はい、南部さんが二郎神さんなんですね。はい、面白くなりましたね。この方ね、あのパフォーマンスされる方ですよね。へ、あの、はい、でこの方が二郎神さんをやってくださるんですよね。あ、出ました。ちょっとお若い感じの方向さんですけど、ガセプレスリーのお父様という感じで。今だよ、まあ、そうなんですね、変わってないよ。3日ぐらい経ったかなと思ったんですけど、変わってなかった、すみません。で、前の海親方が一応、はい、前の海さんね、はい、ホテイソンをやってます。あ、俺の代わりにホテイソンやるんだ、はい、俺前ほら、ホテイソンやるって言ってたんだけど、そうですね、でも、ね、ホコさんはちょっとスッキリしてるから、やっぱりどうしてもねスマートだから、そうね、そっちの方に、はい、ちょっとお腹が痩せちゃったんで、そう、だからやるのもいいんじゃないかって言ってんでね、そうですね、監督が気を利かして、そう、気を利かしてね、ちょっとで、監督はあの、なんだっけ、何やるんだっけ、監督はエビスさんです。エビス様、はい、いつもニコニコしてらっしゃるね、はい、またなくね、監督、あの、歌わないだろうな、あ、映画の中で、ちょよーってやつ。あと一人いますよね。イヤマンテ。あと一人誰いる？いなかった、あと。もう一応全員、うん、はい、はい、ご案内させていただきました。はい、そうね。はい、このね、あの素敵な漫画も千野先生が書いてくださって、も太田先生が作ってくださって、あの、いいものに本当に仕上がってるんです。なのでもう絶対。見に来てください。見て皆さんにあの宣伝していただきたいなって、良くても悪くてもどっちでもね、あの感想をぜひいただきたいなって、励みになりますし、勉強させていただくためにもね、はい、よろしくお願いいたします。ということで歌に戻りましょう、はい、終わったの、ちゃんと、はい、終わりました。喋りたいことは喋ったの。はい、3倍速で喋らせていただきました。あ、でもね、はい、先ほどあの宮本さんの歌を聞いて僕出てきたんだけど、本当にね、はい、この離婚って歌、いいね、いい歌だね。ありがとうございます。あの雰囲気があってとてもあのね、あの死神が歌ってた。死神あの歌じゃない。失礼な。でもあの離婚あれしてんの？そんなこと言いません。はい。あ、したことあるの？いやいやいや。いや、僕はほら一回したことあるから。二度とやりたくないね、離婚は。それよりか歌に行きますよね。あ、俺、うん、さあまだ歌いたくない。いや、あの、せっかくね、ヤクザの親分もらってるんだからね、サングラス、じゃあ、サングラス取ってきて、ヤクザの親分だから。何を言ってんの。じゃあ、さよこですね。ね、大先生の曲、ちょっと待って、もうヤクザの親分どうしてもサングラスをしてね、歌いたいという希望があったのでね、ヤクザの親分、本当ぴったしです。はい、本当は網走番外してみたいで、何を言ってんの。それじゃあ、僕の歌を一曲聴いてもらえますかね。はい、小さい夜の子と書いてね、僕はまだ付き合ったことないんですよ、さよこっていう名前の 子はね。でも、中にはいらっしゃるかもわからないから、さよこと申します。大先生の曲です。はい、バレモコード。店には今夜もアダモが流れ、小窓の向こうに東京タワー。何年ぶりだろう、一目を避けてさよこと通う小さな酒場、時の流れを忘れたように、疲れた男を迎えてくれる、死んだ
あいつがいつもの席で飲んでいそうな気がして会いに来た。お互い一人身ならば悲しい思いをさせずに済んだ。お久しぶりへと微笑むマスター、あいつのことには触れずに遅れ、過去に戻れる戻れる酒があったら欲しいね、ボトルで頼む。扉開くたびさよがふっと立っていそうなため息ブランディ。扉開くたびさよがふっと立っていそうなため息ブランディ。もうあの七福神の中のねヤクザの親分なりきって歌っておりました。あのね、なんていうかね、歌いやすいね。歌いあのメガネかけて歌うと。あ、そうですかね。なんていうかね、次の曲よくロックンロールが、ロックンロールのやつ、ロックンローラーがよく、かけるじゃない。はいはいはい。ロックだけじゃないと思うんだよね。やっぱり演歌でも何でもいいからやったらいいんだよ。だからこれから俺、これで やろうと思った。でも次の曲外してください。いやだ。いや、今日はね、いい曲あの、ね。そうそうそう。杉本ね、マサ先生、そうなの、尊敬する大先生のね、曲で、はい、お友達ですか。友達です。あ、杉はね、男嫌いだからな。男嫌いだよ、女ちょっと触んないと俺お二人のデュエット曲、あのエンディングになりますんで、皆さん使って待ってください。座って割っちゃうといけないから。はい、どうもありがとうございました。今日、はい、早くない今のエンディングには。大丈夫ですよ。じゃあそれじゃあエンディングショー、男嫌いと女嫌い、早いような気がします。Yeah.
すごく楽しい。あ、よかったです。また来たいな。ぜひ来てください。来月も再来月もお待ちしてます。はい、愛らしかったお疲れ様。はい、ありがとうございます。どうでしたか？お二人の歌素晴らしく素敵でした。はい、よかったです今日来て。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。はい、もうちゃん、はい、もうちゃんも仕事。いや、本当にね、いいゲストの方いらっしゃると楽しい ね盛り上がる ね、うん、素敵でした。はい、ひろこちゃん。はい、私はですね、はい、叱られたこともございましたが、あ、叱られてないですよね。ちょっと今日がひっくり返っちゃったっていうだけですもんね。だから勉強あ、そうですね。でもね、まだまだ頑張らなくちゃって思えるので、下手な自分を見るのはすごく必要なことだと思いました。でもね、はい、先生、でもね、はい、ひろこちゃんはね、はい、お芝居もやるでしょ、それで主婦もしてるでしょ、それでお母さんやってるでしょ、それで歌も歌うでしょ、作詞もするでしょ、あんた何人やればいいと思ってるの？全部中途半端ですいませんって感じなんですけど、でもね、楽しいことはいいことなので、どんどん楽しいことをこれからも、それ一つでもね、はい、成功すればいい。そうですね、成功するには皆様のお力が必要でございます。はい、ぜひ、4月28日の6時半会場でございます。はい、野方中野の野方ホール、中野、東京都中野区でございます。西武新宿線、新宿駅から西武新宿線に乗って野方に、高円寺の方が近い。そうですか、野方だったら。あ、じゃあ皆さん高円寺まで行くの？高円寺まで行くんですか？うん、それからそしたらすぐ近くから、あれだったらもう5、6分。あ、では皆さん、5、6分じゃないでしょ、10分ぐらいかかります。そうだっけ？今ね、いろいろパソコンできる方は調べて、うん、一番いい方法で来てください。いいとこだね、あら。はい、それで監督はいくつの誕生日？72歳ですね。72歳なんですよ。若いね、監督。はい、ね、おめで、そう、監督のお誕生日会で豪華なゲストも来て歌ってもいただけますので、お得だと思いますので、どうぞこれをご覧になってる皆様、ね、ぜひ来てください。それで見てるよって言ってくださるとすごく励みになりますし、ね、キープが出るのか。キープは出ませんけれどもも、ね、皆さん仲のいい番組作りに、はい、ね、協力してもいただけると思うので、はい、ぜひお願いします。よかったよかった。はい、ということで、まだ私何も言うことあります。今日は何ですか、まだ喋りたいんでしょ？もう喋りたくて喋りたくてどうしようもないっていうんですからね。俺は今日はちょっとも喋りたくないよ。あれ、じゃあ時計を見ながらやってっから。俺時計見てるんですか？時計見ながら、まぶたがなんかくっついてましたけど。だからまだまだ時間があるから何しゃべろうかなと思って。ジェームさんどうですか、今日の感想は。今日の感想、はい、今日は本当楽しかったです。いつもよりかちょっと違ってたんだけどね。でもいいゲストがね、お二人いらっしゃったし ね、はい、ね、楽しかったですね。はい、よかったです。ね、本当にね、時間あったらね、はい、もうあと 2、3 週間後になったら、はい、前も言ったけど桜がね、はい、もう満開になると思うから、うん、一回みんなでサラミ行こうよ、花見ね。そうです、いいですね。ね、監督、花見。もちろん行こう。じゃあ、森ちゃん、盛りだくさんの森ちゃんにもちょっと感想をお願いします。はい。ね、楽しみでね、はい、毎月楽しみしてます。ああ。ね、本間さんの、ね、素敵な番組なんでね、はい、どんどんいいゲスト、出ていただくように、ね、ね、うん、努力したいと思ってます。はい、ありがとうございます。では、歌い手さんでもね、まだまだ埋もれてる方がいっぱいいるのよ。そうですね、俺はそういう人たちをね、はい、一生懸命こう発掘してね。わかりました。もう一緒にみんなで出ていこうっていう感じでね、はい、頑張ろうと思うわけ。はい、わかりました、ね、はい、よろしいでしょうか。うん、この番組は JITB 池袋放送局、映画七福神制作委員会、そしてオーシャン50の提供でお送りいたしました。来月は4月16日です。皆さん、お見逃しのないようにごきげんよう。こんなところでよろしいでしょうか。はい。